皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、私のエンドゾーン、スクリーム島を大きくアップデートさせたので、その島の高度とギミックをお伝えします。それでは行ってみましょう。Let's go! ではまず島の高度から。高度は2723、9105、8626です。入力したらエンドゾーンスクリーム島バージョン 9.5 が出てくると思います。これがフォートナイトの新しいグレネードランチャーのアップデートまでを対応させた島となります。シーズン9になってから5個目の島になりますね。では入っていただいて、入ったらスタート地点か待機所に湧きます。ゲームをスタートするまではどちらでも湧いても大丈夫です。それとここでクリエイターサポートが簡単にできますのでしていただけたらすごい励みになります。よろしくお願いします。ではゲームをスタートします。スタートすると必ず待機所で湧きます。この間攻撃は当たらない、当てられない仕組みにしてやります。そして5秒後、爆発とともに一度全員死んでリスポーンします。リスポーンする位置は拠点になります。ここでランダムアイテムを含めてアイテムを整理して、最後の高音が鳴ったら出てください。ラマはクリエイティブのみ編集ボタンで即開けることができます。今のが最後の高音ですね。ここでいろいろ気になることがあると思います。まずなぜ一度死ぬのかですね。これは特に PC や直差しの方に向けたものなんですが、1試合目以降毎回リスポーンしておかないとバグがかなり起きやすくなってしまうんですよね。例えばエムができないとかジャンプができない、ひどければ建築もできなくなってしまうようです。なので一度みんながリスポーンできる場所を作っています。PC の方や直差しの方が個人的にリスポーンすればいいかと思うかもしれませんが、リスポーンするとアイテムを落としてそれが残ったまま次のゲームに行ってしまうことや、ゲーム開始をすぐに押してしまってリスポーンする時間がもらえなかったなんてことも起きますので、このような形にしています。この待機所の作り方はクリエイティブ講座として今後動画を出そうと思っていますので、公開したらぜひ見ていただけたらなと思います。そして次はアイテムですね。ここに落ちているアイテムはすべてラマから手に入れることができます。ラマは回復系や武器が入っていますね。私の昔の島と違うところはハンティングライフルが保管庫に行ったということぐらいですね。そしてここは金色系の武器が入っています。ここのアイテムスポナーに新グレネードランチャーを追加しています。これですね。さらに下には2種類のアイテムスポナーがあります。新しく変わったのは左の投げ物スポナーですね。ここに新アイテムストームフリップを追加しています。ストームフリップはクリエイティブのアイテム欄にはないのですが、ギャラリーにある宝箱から引っ張ってくることができます。そして次はフィールドです。序盤のストームはミュージックシーケンサーを使っています。前が50と即死、後ろが20ダメージ ×2 枚と即死になっています。また前回はネオテールテッドタワー風でしたが、今回は一風変わって全体的に高さの低い家をまんべんなく作りました。これでまた新鮮さを感じながら遊べると思います。今後もマップのアップデートを入れたりもしていきますので、ぜひ新しくなっていく島をお見逃しなく更新していただけたらなと思います。あと引き続き横の壁をシャドウボムで上がっていくということはグリッチ違反行為でお願いします。資材の収集効率はバトロワと同じになっているので前回よりもはるかに少なくなります。そして最後のアップデートですね。最初は今までと同じシーケンサーでの疑似ストームでしたが、途中から新しく追加されたストームを作る装置に切り替わります。このストーム装置の使い方は解説動画を出していますので、ぜひ気になる方はご覧ください。このストームは1秒につき5ダメージくらいを判定にしています。最初からストームを使わない理由はストームを作る装置の最大範囲が 300m しかないからですね。このマップはかなり大きめで 300m を超えてしまっています。なので最初にシーケンサーで長さをかさ増ししています。これで前回と同様レベルのマップの大きさを保持しながら新アイテムを使うことができました。はい、いかがだったでしょうか。いろいろなアップデートやバグの対策を入れてあります。それでもまだバグやラグさは残っていますが、フレンドさんやクランさん、配信でも楽しく使っていただけたらなと思います。私のチャンネルで参加型クリエイティブとしてライブ配信もしていますので、よければビクロイ取りに来てください。この動画や島がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、クリエイターサポートをよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。